昨日、感染が確認されたのは、藍津若松市で16人、いわき市で11人など、県内10の市と町、それに宮城県と滋賀県で1人ずつの合わせて43人です。県は午前中の発表で、藍津三里町の感染者としていた2人について居住地を藍津若松市に訂正し、藍津若松市の感染者は合わせて16人となりました。 昨日の感染者のうち、8人はクラスターが発生したいわき市の事業所の従業員で関連の感染者は合わせて26人に拡大しました。また、県警は相馬警察署に勤務する男性職員の感染が昨日確認されたと公表しました。このほか、昨日までに医療機関に入院していた男性1人が死亡し、県内の死者は合わせて125人となりました。 県内の入院者は予定を含め322人で病床使用率はこれまでで最も高い68.7%に上がりステージ4の水準を超えた状態が続いています県では大型連休中の感染拡大地域との往来の自粛や大人数での会食を控えるよう呼びかけています